試合の後にブレイブブロッサムズって言葉が生まれたと、頭の中もうスクラムしかないっすよ、あの人一発のため試合の中で変えた。ベストシーンで僕は若干泣いてしまいました。ようこそ三浦浩一の部屋へ。今日も一人で張り切ってまいりましょう。もうだんだん慣れてきましたっていう感じですね。ですね、今日はですね、またまた J スポーツ企画でちょっと申し訳ないんですが、申し訳なくないですね、 J スポーツさん本当に最高ですねっていう感じなんですけども、今日はですね、日本ラグビー名場面集 J スポーツラグビーオールタイムベストっていう企画がまたやってたんで、まあ、それを見て思ったことをまたあれやこれや話していこうかなと、思います。ということで、まあ、どういう内容かと言いますと、もう結構その解説者とか、もう今となってはもうね、引退されている方ばかりでしたけれども、その方々 J スポーツさんに絡みがある方々にいろいろ聞いてみたということで、それぞれ選んでもらったっていうことで、それを特集してたんですけど、最後の藤島大さんが選ぶベストシーンで僕は若干泣いてしまいましたという感じでございますと、いうことなのでお話しできればなと思います。で、質問の内容は 1,2,3,4,5,6 でした。で、1個目が村上浩一さんが選ぶベストゲームって何ぞやという話で、2つ目が中村直選手、プロップの選手ですが選ぶベストフロントローは誰だと、もうなぜかポジションでフロントローってだけやるのがまたこれ J スポーツらしくて僕は大好きなんですけれども、続きまして広瀬俊明が選ぶ、あれですね、ノーサイドゲームでも一躍有名になった広瀬俊明さんが選ぶベストトライは何だということと、続きまして大西翔太郎が選ぶベストキッカーは誰だと。で、大西翔太郎さん自身もやっぱりどのチーム行ってもやっぱりキッカーやってたんですけれども、ワールドカップでカナダ戦ラストワンプレーであのゴールが決まれば同点、決まらなかったら負けるっていう超緊張したシーンで決めた大西翔太郎さんで覚えてる方が多いと思うんですが、まあ、解説とかもすごい分かりやすくて人気の大西翔太郎さんが選ぶベストキッカーは誰だと、もちろん自分は入れてないですけどねすみません、僕もちょっと謝罪しなきゃいけないんですけれども、小林僕六郎さんとか言っちゃってて、ちょっと読み方難しいなと思ってたんですけれども、あるアナウンサーの方から聞いた時に小林六郎さんっていう風に僕聞こえちゃったんで、あ、六郎さんなんだって思ってたんですけど、実は全然違くて小林新六郎さんです。小林新六郎さんですね。小林新六郎さんが選ぶベストタックラーは誰だという感じでございます。で、ベストタックラー、もうやっぱり小林さんやっぱ渋いなと思って、もう一発のタックルでゲームを変えるみたいな、まあそういう話をされてたんで、ちょっと面白かったなという感じがございます。で、僕が涙した藤島大さんが選ぶベストシーンは何だと、ラグビーのベストシーンは何だということ を特集されてましたということで、上から順に言っていこうかなと思います。もうね、J スポーツもう20年ぐらいラグビーを放送してくれてて本当に感謝ですよね。しかもね、人気南アフリカに勝った2015年からでもなく、さらにその前から、しかもサンウルブズが全然勝てない時とかもずっと放送してくれてる J スポーツがあったからこそラグビーフォアファンは続けられてるところもあると思います。そりゃ地上波だけの放送だけじゃちょっと無理ですよ。それで会場も行けないですしね、そんな頻繁に。だけど、この J スポーツさんが本当にいろんなあの試合を放送してくれてるからラグビー人気は今爆発してるっていうところで、 J スポーツさんの貢献度は半端ねえなって個人的には思っておりますということで、その J スポーツの中でももうトップ3ですよね。村上浩一さん、小林さん、藤島大さんと、ああいうその村上浩一さんが選ぶベストゲームって何ですかって言った時にはもう速攻で答えてました。もう誰もが記憶にも新しいスコットランド戦ですね、2019年のベスト8決めた試合、で村上さんが言ってたのは、あんなにチームと会場とあとテレビで見ている視聴者様が一体感となった試合は、僕がラグビーを今までたくさん見てきた中でそんな試合は一度もなかったというぐらいの、やっぱり本当に思い出、もうベストゲームなんだっつったらやっぱりもう
スコットランド戦、同じワールドカップでも開幕戦のロシア戦でも大勝利したアイルランド戦でも、その後最後ボーナスポイント取ったサモア戦でもなく、やっぱり最後決めたスコットランドの試合を挙げてましたということ で、それで本当にああそうだよななんて思ってたんですけど、でそこからちょっとさらに村上さんらしくさらに突っ込んで話したのは、やっぱりスコットランドと日本ってやっぱりいろいろ縁があってですね、やっぱスコットランドといえば2003年のワールドカップ、オーストラリアで行われたワールドカップでも戦ってるんですけれども、その試合のことも話をされてました。もう広瀬選手、ノーサイドゲームの広瀬選手じゃなくて広瀬啓治選手、本当に平尾さんとかとも一緒に出てたから、東芝府中でキッカーとしてすごい優秀な選手だったんですけれども、その方とハーフ団で、僕がスクラムハーフで過去一番すごかった選手なんじゃないかっていう辻選手、明慶学園出身の早稲田、その選手が出てた試合で大畑選手とかも出てましたね、栗原君も出てたのかな、ああいう感じなんですけれども、その時のスコットランドの試合で日本は、まあ、負けちゃったんですけど、もうめちゃめちゃいい試合したっていうことで、この時にこの試合の後にブレイブブロッサムズっていう言葉が生まれたと、勇気ある桜ということで生まれたということで、やっぱり何かしら日本ラグビーにとってスコットランドっていうのはすごく縁があると。で2015年に関しては奇跡的な南アフリカ勝利したにもかかわらず次の試合で負けたっていうこともいろんな意味で縁がある国がスコットランドだなっていう話をされてて、なるほどなーなんて思いましたということでございます。村上浩一さん、さすがでございますね。で続きまして、中村直人選手がやるベストフロントローということで、中村直人選手をご存じない方は多いと思うんですが、同志社からサントリー行ってるプロップの選手で、なんと、まあ、はっきり言っちゃいますね、中村直人さんが選ぶベストフロントローっていうのはもう長谷川慎さんしかいないと。一緒にサントリーでも組んでますし、日本代表でも組んでます。で組んだ選手がいてね、東芝のもう名プレーヤー名監督の選手と一緒に出てる中村直人選手がもう長谷川慎さんほど素晴らしいフロントローはいないと。もう今でも会っても挨拶も適当に、ね、ところでこの前のスクラムさとかいきなりそういう会話で始まると、つまりもう頭の中もうスクラムしかないですよあの人みたいな話をしてて、もうめちゃめちゃそれも面白かったなーっていう。でその誰よりもスクラムを考えている長谷川慎さんがもう本当に手塩にかけて育てた自分の教え子たちが今回のワールドカップを活躍してるのを見て、もう感無量になったと、もう本当に思うことがたくさんありましたと、もういうことでやっぱり指導者としての長谷川慎さんのイメージが僕らは強いんですけれども、当時一緒にやってたプレイヤーからしてみても、あの人ほどスクラムに詳しく、あの人ほどスクラムが強い人はいないと。で当時から前、ね、エディ・ジョーンズの前とかはもうなんていうんですか、まあ、スクラムとかモールとかラックとか負けてもとりあえず展開ラグビーでなんとか行こうみたいな風潮があった時からも、長谷川慎さんはスクラムが強くないと話にならないっていう風な気持ちでずっと向き合ってたっていうこともおっしゃってて、まあ、これはこれですごくいいコメントだったなっていう感じがしましたということでございます。で3つ目が、広瀬俊明さんが選ぶベストトライは何だと。まあね、まあ、そこはしょうがないですけど、自分のトライを選んでましたとまあそうは選べないよね、ベストトライ、それはもう自分の思い出深いトライを選ぶと思うんですけど、2009年のマイクロソフトカップの決勝の山陽との試合ですね。でそれは本当に広瀬選手が最後粘ってて、まあ、チーム全員がつないだからのトライなんですけど、最後広瀬選手の個人技でスタンドオフじゃなくてウィングでトライ取ったシーンなんですけれども、なんていうんですかね、終わった後に言ってたのは、この年って東芝さん不祥事があったんですよね、東芝ラグビーチームメイトで。そういう意味ですごく雰囲気が悪い中、ただ結果を出したいということで結構思い入れを持って臨んだ試合だっただけに、だから終わった後みんな勝ったっていう喜びとは違う涙を流してたんですよね。だからそういう意味で広瀬君が
ベストトライって挙げたのはそういうバックボーンとか背景もあったのかなっていう感じがします。今 J スポーツの名勝負企画の中でもオンエアされてるんで、興味がある方はぜひ見てみてください。僕は見て当然感動しました、広瀬くんが全開だった時ですね、で彼が途中からスタンドオフとかになって、それはそれでまた良かったんですけど、彼がウイングでトライ取ったシーンっていうのは、彼がベストトライって選ぶのは納得かなと。っていうそのプレーだけじゃなく東芝の背景もあって思い入れ深いトライだったのかなという感じがしましたと、いうことでございます。続きまして名キッカーである大西翔太郎さんが選ぶベストキッカーは誰だと。いやこれは結構面白かったです。今回一番なんか面白かったな、最後の藤島大さんはちょっと泣いちゃったんですけども、ああなるほど大西さんってそうやって見てるなと思ったんですけれども、で先ほども名前が出てきた2003年のスコットランドで出たスタンドオフ、3人挙げてくれたんですけれども、1人目が広瀬圭選手。もう当時昔ってプレスキック蹴るときって砂をこうやってやってたんですけど、だんだんそのなんかキッキング、あなんて言うんだっけ、 なんでこんなの忘れちゃったんだけど、キックするやつでなんかそういうのができたんですけれども、広瀬選手はもうずっとその砂にこだわってて、でいろんな海外の試合とかで砂の水の質とかそういうのも全然違うのに、もうなぜか砂にこだわってずっとその違う国に行ってもこの砂っていうのはこういう特徴だからこうだっていう風にやってたっていうこだわりもあったみたいな話もされてて、すげえなっていう感じなんですけども、広瀬選手はね最後こうやって土をこうやって立てて、ちょっと余った土をこうやって自分のキックのところでこうやってパパパーってやるんですよ。でもそれが結構印象的で、もうもちろん映像でも見れるんで見ていただきたいんですけど、本当にそれを同じルーティーンを欠かさずやって、で3人とも共通しているのはそんなにキック飛ぶ方じゃないんですよ。ただ大西翔太郎さんが選んだのは3人ともやっぱりコントロールがうまいと、だからもう肝心なとこ決めると、だから 50m のところを決めるとかいう選手よりはいろんな端っこだろうが難しいところでもちゃんと距離があれば必ず決めるっていう選手を挙げてました。で2人目が今でも本当コーチでもたまに解説もしてくれてる田辺篤選手、ね、15歳の時に単身ニュージーランド留学していきなり現れた、誰だこれっていう選手多かったと思うんですけど、その選手の確実性とかもすごく評価されておりましたっていうのは同級生みたいなんで、で田辺選手で3人目が栗原選手、慶応の栗原選手ですね。でこの栗原選手も大西翔太郎さんの同級生だということで、大西翔太郎さんがやっぱり田辺選手とかその栗原選手みたいな優秀なキッカーが同級生にいたからこそ自分も練習できたみたいな話してましたね。で栗原君は本当になかなかいないと思います、ああいうキッカー、本当にボールを当てに行くんですよね。足を振り切るっていう感じよりもポーンって当てに行くみたいな、そういうキックはあれなんで、やっぱコントロールがすごいいいということで、大西翔太郎さんがこの3名を挙げてましたということでございます。で、小林慎六郎さんが選ぶベストタックラーは誰だということで、ついに私、知らなかったんで、ついにっていうのもあれですけど、検索してしまいました。関東学院から東芝に行った宮下哲郎選手。で、この試合すごい、東芝とヤマハの試合が映像で流れてましたけども、その後もう脳震盪でフラフラなんですが、頭から突っ込んでって、こういうタックルをもう小林さん曰く、これ1回だ、これ映像は1回だけですけど、こんなタックルを何回もするんですみたいな。だからラグビーの醍醐味は、トライももちろんキックもあるんだけれども、一発のタックルで試合の流れを変えると、そういう選手が宮下哲郎さんだということで、もう存じ上げてなかったんで調べました。で今となってはもうすごいサラリーマン、会社員としてすごい活躍されてる記事が出てきて、もうね、引退された後も活躍されてんだなと思いましたけれども、もう興味がある方はぜひ、関東学院の時にもちろん優勝も経験してるぐらいの関東学院の全盛期の時の選手で、僕がよく言ってる吉丸 E のタックラーっていうか、もう本当に行っちゃってるタックラーの
代表的な選手だということを確信したので、まあ、なかなか見る機会ないんですけれども、覚えておいていただけたらなと思います。関東学院から東芝に行ったフランカーの宮下哲郎選手、やっぱりフランカーに多いんですよね、タックラーは。うん、っていう感じでございます。ということと、もう最後、藤島大さんが選ぶベストシーンということで、ちょっとこれで三浦はちょっと泣いてしまったんですけれども、その試合は何かっていうと、2017年の1月の14日の福岡スタジアムで行われた宗像サニックスと NEC の試合です。多分これ知らない人多いと思います。僕も全然知りませんでした。で、この挙げた理由っていうのが、1月のこれちょっと僕もこれ藤島さんの声を聞いてすぐに調べたんですけど、1月のその14日の1週間前の1月の7日に宗正さんっていうその宗像サニックスの代表取締役社長が亡くなったんですよね。67歳早いですよね。で、その方が亡くなったことのその追悼の試合意味も込めて、もう宗像サニックスの選手、試合前からもう本当に泣きそうになってて、今日は本当に亡き社長のために絶対いい試合をしようみたいな、すごい気持ちが入ってる試合で、もう短時間の短い編集でしたけど、本当にグッとくるものがあって、で、これ僕以前何かの動画で何回も言ってますが、僕がラグビー見なくなってから、僕がラグビーやってた時とかって、やっぱ宗像サニックさんってあんまり聞いてなくて、やっぱりラグビーといえば神戸製鋼、パナソニック、三洋、東芝、サントリー、NEC、IBM、リコーさんとかっていう感じだったんですけど、やっぱ宗像サニックスのこの宗正さんが、まあそこはちょっとなかなか書いてなかったんですけど、ある時にラグビーの魅力を感じて、ラグビーをもう広めようと、ラグビーに協力しようって、おっしゃってくれてから、宗像サニックスさんがすごくラグビーを応援するようになったと。そういう意味では本当にその宗正さんに救われた人がたくさんいて、やっぱり今回協会委員長にもなっている藤井雄一郎さんも亡くなったっていう話を聞いた時に、聞いた瞬間息ができなくなりました。社長は私の人生に最も大きな影響を与えた方でした。どんなに負けても常に私たちの味方でした。本当にラグビーが好きな方で、前回のワールドカップで日本代表が南アフリカに歴史的勝利を収めた時もとても喜ばれて、ヘスケスやったねと電話をいただいたのが昨日のことのように思い出されますと悲しみにくれたと。宗正社長は心からラグビーを愛していたっていうことですね。で、本当に2000年から続けているサニックスワールドラグビーユーストーナメントとか、世界の高校生たちが目指すようになったりだとか、2014年、ブルースが宗像氏と連携協力に関する協定を結んで宗像サニックスブルース誕生した時には本当に嬉しそうだったとか、2012年、2013年シーズンを終えてトップリーグからの降格が決まった時、選手たちに次に昇格した時には宗像という名をつけようと呼びかけ、それが実現した感激が伝わってきたとか、地元のファンとチームの深い関わりを誇らしく思っていた、協定締結時に長年にわたりチームを可愛がっていただいた恩返しをしたかったと気持ちを吐露したとか、ラグビーだけでなくサッカーや柔道、ハンドボール、バドミントンなどのユース大会を開催してきた宗正社長の早すぎる他界を悲しむ人は多いと、ブルースの藤井監督は今週末の今季最終戦に向け、社長のためチーム一丸となって戦いますって言ったその試合ですね。で、この試合も本当に劇的で、そのヘスケス、名前出た選手はトライを当然しましたし、24対26で最後ワンプレーで敵の NEC に、日本代表のスタンドオフだった田村優選手が最後ペナルティーキックを狙うってことで、これが入れば NEC の勝ち、外れれば負けと。で、田村優選手の実力からすれば絶対入るようなところなんですけど、それを外したことによって宗像サニックスが勝ったという試合で、本当にもう本当に生で見てたらもう涙ですね、これ本当に。で、終わった後ニュージーランド選手が哀悼の墓っていうのをやってたっていうこととか、もうそれも映像に載ってます。だからこういうラグビーのワールドカップとか、どこどこに勝ったっていう試合だけじゃなく、なんていうんですか、そのラグビーをなんか人気がない時からですよ、早く言えば。で、そういう時に支えてくれた人が亡くなったことに関して、選手が一丸となってその哀悼に向けて頑張る姿っていうことを藤島大さんが選んで、やっぱさすが藤島さんだななんて思いました。ということで、
ございます。もう見たかったですね。うん、なんかもし再放送でもいいんで見せてくれないかな。J スポーツさんやってくれませんかね。ぜひ見たいと思います。ということで今日は、日本ラグビー名場面集 J スポーツラグビーオールタイムベストという番組を見てのまたレビューをさせていただきました。村上浩一さんが選ぶベストゲームとは何ぞや、岡村直さんが選ぶベストフロントローは誰だ、広瀬さんが選ぶベストトライは何だ、大西翔太郎さんが選ぶベストキッカーは誰だ、3人ですね。小林さんが選ぶベストタックラーは誰だ、藤島大さんが選ぶベストシーンは何だっていうのをお届けさせていただきました。ぜひ、楽しんでもらえたらなと思います。ということで本日もお付き合いいただきありがとうございました。それでは参りましょう。レッツラグビー。